オレンジ色の身が特徴的なこちらの魚、一般的なサーモンではなく八雲町で養殖されたトラウトサーモン、その名も二見サーモンです。パンパン子供たちが美味しそうに食べているのはその二見サーモンを使ったメニュー。地元で作られた牛乳と合わせてクリーム煮に仕上げた給食のメニューが地元の小中学生に出されました。いや、羨ましいな。めちゃくちゃ美味しかったよ。いいねサーモンっていうか鮭みたいだった。給食で地元のものを食べれるっていうのがなんか嬉しくて良かったです。生臭さとかちょっと気になってたんですけど、今日の全然なかったし美味しかったですね。八雲町ではこれまで漁業の主力だったイカやスケトウダラが取れなくなっていて、3年前からトラウトサーモンの養殖を始めました。生産量は年々増え軌道に乗り始めていることから、町内の子どもたちに地元の産業を知ってもらおうと企画されたのです。給食の前には二見サーモン誕生のエピソードについて学ぶ授業も行われました。まずは知ってもらって、この二見サーモンの取り組みを通じて自分たちの住んでいる町に興味を持ってもらって、そしてこの町の未来を担ってもらう子が一人でも多く育ってくれたら非常に嬉しいなというふうに思います。育てる漁業で生まれたブランドサーモンで町を元気に、新たな取り組みが広がっています。